あいつらなぜここにいると思う？それお前デートだろ、当然。え、そうなの？違う、あいつら後ろのカップルにもちゃんと気づいてたぜ。さりげなく周囲の様子や動きに細心の注意を払ってる。はじめはマフィアに追われてんだから注意すんのは当然かと思ってたけど、それならはじめから人目につく広場なんかに来るわけないんだよね。あいつらに追われてる自覚なんかこれっぽっちもない。奴ら見つかるのを待ってる、獲物が引っかかるのを待ってんのさ。軽気満々だよ。見られてんな。素人じゃないね。ああ、どこかわかんねえが俺たちを意識してる。鎖やろうかね。さあな、もしそうなら団長の命令通りやりたいようにやるだけだ。団長はおそらくそいつを仲間に従ってると思うけど。待ち、団長は二人で鎖野郎を探し出し連れてこいとしか言ってねえ。そんな時の暗黙のルールは忘れてねえだろ。生死は問わず手段は好きに。そうだろうが、おめえが勝手に団長の意図を解釈するのは構わねえが、それを俺に押し付けんのはやめろ。私はまだ何も言ってない。てめえの意見を押し付けてんのはあんただろ。明らかに空気変わったな。すごい嫌な感じ。まさかバレたか。大丈夫、気づかれてないよ。わかんねえだろ、特に俺はお前らと違って絶とかいう気配立ちなんてできねえし。今ここでんなことしたら逆に不自然だっつーの。奴らが今探ってるのはそんなとこじゃない。広場にいる人間の表情や仕草、視線なんかから違和感を見つけようとしている。だから今の二人の顔やばいよ。もっと自然にほがらかに。ごめん、俺が悪かった。